ジャック・クリスティアンド・ドウェルは、イングランド・マージー・サイド州、サウスポート出身のサッカー選手。シェフィールド・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、ミッド・フィールダー、ディフェンダー。15歳の時に、エバートン FC のリザーブチームでデビュー。その翌年、UEFA カップの AG ・アルクマール戦で16歳と284日で、トップチームデビューを飾り、 エバートン FC の欧州戦におけるクラブ最年少、出場記録をマークした。プレミアデビューは、その翌年、2007から08シーズン第29節の、対サンダーランド AFC 戦。後半42分に、ティム・ケーヒルに代わって出場し、勝利に貢献した。2008から09シーズンはまさに飛躍の年となった。開幕戦のブラックバーン・ローバーツ FC 戦では、 スタメン出場、同年の FA カップ5回戦、タイアストンベラ FC 戦では貴重な先制ゴールを上げるなどの活躍を見せた。2009年2月20日、エバートン FC との5年契約にサインした。2012年8月12日、マンチェスターシティ FC との5年契約にサインした。2014年8月5日、出場機会を求めて、 サンダーランド AFC に5年契約で移籍した。2018年8月23日、ブラックバンド・オーバーズ FC に移籍した。2020年1月3日、シェフィールド・ユナイテッド FC と2019から20、シーズン終了までの契約を結んだ。イングランド代表として U-19 代表に招集され、キャプテンも務めた。2009年4月からは、 U-21 代表に招集されている。UEFAU-21 欧州選手権2009、UEFAU-21 欧州選手権2011に出場した。クラブリスト・オブ・レジスタード・プレイヤーズ、アズ・アット・ナインティーンス・メイ2018、イングリッシュ・フットボール・リーグ、P39、2018年6月15日閲覧。ヒューグマン、バリー・ジェエド。 ザ・ピーフ・フットボーラース、フーズ・フー2 0 1 0 1エディンバラ、メインストリーム・パブリッシング、P360、ISBN 978から1から845966010、J、ロドウェル・サマリー、ソカーウェイ・パフォームグループ、2018年5月13日、閲覧。ロドウェル・サンダーランド遺跡が正式発表。ゴール、2014年8月6日閲覧。 かつての逸材、元イングランド代表 MF、ロドウェルが躍進シェフィールドユナイテッドと半年契約。超ワールドサッカー。2020年1月4日閲覧。ありがとうございます。